皆様おはようございます。幸福の科学がお送りする大川隆法、本日の格言です。私は幸福の科学広報局高宮ふきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の格言は幸福の科学グループ大川隆法総裁の著作から、皆様の人生の指針となる格言を選んでお届けいたします。本日の格言はこちらです。心の操縦法をまだ知らない方の場合には、要するに地獄にあると思われるものと反対のものを出していくということが根本です。明るく快活で、積極的で、肯定的で、建設的なものの考え方をするようにするのです。この格言はコロナ不況下のサバイバル術より抜粋いたしました。地獄にあるものとは一体どのようなものでしょうか。その一つが恐怖心です。地獄は恐怖心が支配している世界です。恐怖心は恐れているものを引き寄せる癖があるため、恐怖心を持ってしまうと心に取っかかりができ、地獄にいる悪霊などが入ってきてしまうのです。では反対に、悪霊を引き寄せない心の持ち方、生き方とは一体どのようなものでしょうか。それが本日ご紹介した明るく快活で、積極的で、肯定的で、建設的なものの考え方です。大ヒット映画心霊喫茶エクストラの秘密にもありましたように、悪魔の嫌う3つのポイントとして、正直で嘘をつかない生き方、コツコツと努力する勤勉な生き方、明るく積極的な生き方がありましたね。こういった言葉を聞いて、どのような方を思い浮かべるでしょうか。身近な方や、芸能人など好きな方でも結構です。人生のモデルとなるような人を見つけて、このような時どうしているだろうか、どう考えているだろうかというのをぜひ考えてみてください。人間の心は同時に2つのことを考えることができません。物事の暗い面ばかり見ていたり、悪口が出てきてしまうような時は、そうだった、しまったと自分を一旦踏みとどまって、明るく快活な考えで心を満たそうと心がけてみてください。本日の格言をより深く味わいたい方は、こちらコロナ不況下のサバイバル術をご覧ください。大川隆法本日の格言は、スマホアプリ、SNS、LINE、メールマガジンで毎日配信しています。ぜひ登録して皆様の毎日の心の安らぎとしてください。本日は以上です。ありがとうございました。